文化祭は大成功。そしてねえ聞いた、あのモデルの立花先輩。嘘マジで、劇で王子役してた人と。キャー、ライカと黒瀬が付き合い始めた。意外すぎる。どうして黒瀬なの。おい黒瀬。立花ライカ中二秋、春からの片思いを貫き、ついに黒瀬くんと彼カノになりました。いやー恥ずかしい。やばいよやばいよね。両思いだし、これからはいつでもデートに電話したりとかイチャイチャしていいんだよね、カップルみたいに。あ、カップルだったわ。くー、だいぶ浮かれてんな。IQ 下がってない。でもそういうの陰キャの黒瀬はできんのかな。劇の時はかっこよかったけど、今あれよ。おーおー、ずるいぞ。どんな技使ったんだよ。技？本当は俺が王子だったのに返せよ。黒瀬くんとやりたいこといっぱい。恋人つなぎ、カップルコーデ、映えスポット通称。あー楽しみ。ここテスト出すぞ。まずはやっぱ2人でお出かけしたいかな。また映画に誘ってみようか。あ、通知？どうした立花。今度の休み空いてますか。デートしましょう。デート。し、黒瀬くんも同じことを思って。以心伝心、相思相愛、うちら最強カップルじゃん。早起きしたのに服悩みすぎた。黒瀬くんもう来てるかな。そういえば黒瀬くんは前は映画の服だったな。パパーン。秋服ならどうなるんだろう。やば。あ、立花さん。お、やっぱ彼女持ちだ。かっけー。黒瀬くんだよね。どうしたの、自分でやったの。髪型も服もかっこいい。これ私の彼氏。立花さん、今日のその格好すごく可愛いですね。本当？よかった。やばい。カップルのデートってやばいよ。立花さん。え？赤信号。立花さん危なっかしいから。手はここね。恋人つなぎ？キャー！したかったけど。ほら、立花さん。あーん。あ、ちょ待って、近っ。あれ、お好きではなかったですか。今話題で人気らしいのですが。